皆さんこんにちは。北村ひかると申します。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回は、自民党の総裁選と、あと民主党の、その選挙総裁選かな、あと最後にちょっと財務省を占ってみようかなと思っています。自民党のね、総裁選9人出馬することになりました。9人ちょっと占うのはね、ちょっと大変なので、時間があったらね、コンディションぐらい見てみようかなって思ってます。時間があったらの話です。だから今回はね、そのどんな方向に流れるのかっていうのをちょっとトータル的な感じで占ってみようかなと思っています。自民党だけだったらね、ちょっと引きになっちゃいますからね。民主党、立憲民主党もね、9月の初めに4人ね、こう出馬するっていうんで、興味ないかもしれないけど、公平に見ていきたいなと思っています。ではまず自民党ですね。自由民主党総裁選、どんな方向に流れるのか、どうでしょうかね。岸田さんでもね、最初岸田さんになった時はみんな期待の欲しいみたいな感じだったけど、結局なんかいろいろありましたからね。森永さんの本とかご覧になったことはあったらね、ご存知かと思いますけど、財務省がねの言いなりになる人を選ぶんじゃないかなっていうのもありますし、じゃあ自民党総裁選どうなっていくんでしょうか。では自民党総裁選ちょっと見ていきますね。ちょっと変わった出方がしてるな。で、一番気になるのが、あんまりコインのカードが少ないっていうのがちょっと気になるんだよね。今ね、結構やっぱりね、バチバチな状態かな。人のカードがね、3枚も出てるからね。だから、感情的に流されやすい。あとはちょっと喧嘩っ早いっていう意味のカードがあるかな。だから結構激しい感じがするかな。派閥が、結構すごい感じがする。でも近い過去を見るとちょっとクリーンな感じのイメージは出てたみたいな感じよ。謝罪のカードって言うんですけどね、これ。だからクリーンな、だから自民党を目指していこうっていう気持ち。だから裏金問題とかでもね、だからクリーンにしていきたいっていう感じのね、イメージは、人を選ばなきゃいけないっていうのはなんか出てるんだけど、でも近い未来もね、悪くはない。誘いを受けるっていう意味のカードがあるからね。変化っていう意味のカードが出てる。職権乱用的なね、自民党、そういう
いろいろなね、内部告発と内部の問題とかをやっぱりね、打破しなきゃいけないっていう、まあ隠そうという気持ちもなんか出ている感じがするかな。中にはやっぱりね、そういうね、あのなんか裏金問題とかそういうのをやっぱりね、もう闇に葬りたいって感じの人を選びたいというのがなんかやっぱり出てるんだけど、周囲の状況から見たらやっぱりなんか女性の顔が出てるんだよね。なんか今度はもう女性の方がいいんじゃないって感じで思ってる感じがするかな。まあ感情的なカードも出てるからね。まあでもなんかあんまり今回のだから候補者を見てあまり期待はされてない感じ言われてるかな。期待われてない感じはするんだけど、すごい努力してるのは分かるなっていう気持ちは流れてるみたいですよ。でもなんか真実が明らかになるとか、まあスキャンダルが出るとかっていうのもあるんかな。だからなんか身を引かなきゃいけないって感じが出てる。だから総理大臣になったとしてもなんかスキャンダルになんか巻き込まれて結局なんか自分の思った通りの道に進めないとか、結局はなんか財務省の言いなりになってしまうかなっていうのがなんかこのビジョンである見えてるかな。だって障害としてもなんかね、決断を先送りにするっていうのが出てる。なんか誰でもいいんじゃないって感じでなんかそういうのが障害になってるからね。まあ言いなりになれば誰もいいんだよって感じで思ってる感じがするかな。でもやっぱりね、クリーンな職場を目指す人を選んだ方がいいんじゃないのかって言われてるよね。アドバイスとしては、ちょっと期待は難しいかな。でもなんかこの近い未来がね、気になるけどね。殻を破って行動に出るっていう意味でもあるからね。この近い未来がちょっと期待があるけど、結局なんだろう、身を引くみたいな感じのカードだからね。なんか嘘がバレるとかっていうのもあるからね。なんかあまり期待できないかな。だから、この人かよってことになって、意外な人がなって、結局、って感じが。だからちょっとあんまり期待をしすぎない方がいいんかな。まあ、またね、時間があったら占っていくんですけどね。まあ、今回ちょっとこんな感じでさらりと占ってみましたんで。どうでしょうかね。じゃあ次、民主党ね。民主党。立憲民主党のね、あの代表者どうなるのか。まあでもあれはなんかね、周囲の状況は仲良い女性の方がいいっていう感じは出てるんだけどね。なんだろう、なんかよくね、内閣改造した時にそのね、大臣がスキャンダル出てね、なんかすぐ辞める場合もありますからね。じゃあ次に立憲民主党どうなっていくんでしょうか。まあ立憲民主党は4人ですからね。まあでも自民党にね、立ち向かっていかなきゃいけないですからね。
なんかね、立憲民主党もね、自民党と変わらない。でも、なんかね、執着のカードが出てるんだよね。なんか、この人じゃないと、立憲民主党がダメになるみたいな感じで思ってる人が結構多いかもしれない。だけど、なんかすごい還元のカードが出てるからね。あと力のカードも出てるからね。あの外面的にとってはだからすごい安定はしてる感じはするよ。安定はしてるんだけど、やっぱりなんかちょっと頑固なところが出てる感じがするかな。まあでもね、あの謝罪のカード、まあ自民党も同じ感じで出てたよね。だから政治をクリーンにしていかなければいけないっていう気持ちはやっぱり出てるんだけど、コインの2の逆が出てるんだよね。これもなんか違法行為とかバランスが崩れるとか、あのやりくりがうまくいかないっていう意味でもあるよね。結局なんか誰がなったとしてもね、なんか軌道に乗れないとか、っていうのが出てる。でもなんか周囲の状況から見たらもうなんかね、仲間割れみたいな感じのもう追われてる感じはするかな。まあそのね、民主党、立憲民主党を変えていきたいっていう気持ちは出てるんだけど、なんか女性のカードは結構出てるんだよね。やっぱりちょっともうちょっと人間関係をね、きちんと築いた方がいいよっていうのが出てる。なんか一匹狼になっている人ばっかりだなっていうのが出てるよ、今回の候補者って。だからでも結局もう強引に決まるような感じがする。この人だっていう感じで。だからそれによってやっぱり障害が出てるよね。なんか昔と変わらないじゃんって感じが出てるかな。ちょっとお金にも気をつけてねっていうのは出てるけどね。金銭絡みの問題とかに、まあ決まったとしてもね、誰が決まるかちょっとわからないけど、まあなんかもうこの人じゃないと無理だって感じで、なんか強引に決めそうな感じがするからね。どっちもどっちかな。財務省、じゃあ最後に財務省を占っていきます。まあなんで財務省かと言いますとね、まあいろいろありまして、多分まあ森永さんのね著書を買って書いてはいけないっていうのを見ていただいたら大体わかると思いますけど、まあ財務省はなんか総理大臣を操るような感じのイメージがあります、あるらしいですからね。だから財務省がやっぱりね強いとね、総理大臣もね、弱くなっちゃうんだよねっていうのが、そういう風に書いてたっけ。じゃあ財務省ちょっと占ってみましょうか。なんだろう、ちょっと自民党のその気になるよね、スキャンダル。でもすぐ辞めちゃうんかな。なったとしてもすぐ辞めるとかそういうことないよね。あの展開見るとなんか、それかなんか殻に閉じこもってしまうとか。どうなんでしょうか。じゃあ財務省占って終わります。あ、でも財務省もなんか同じような感じで出るな。
あ、尖れてるな。なんか前回もなんか財務省占った時も尖れてたよな。うん。うん、でも今執着のカード出てるからね、執着のカード出てるし、ワンドのねエースの逆位置が出てるから、うーん、やっぱりちょっとプレッシャーとか恐怖とかっていう意味のカードだからね。うん、あと執着のカードが出てる。うん、やっぱりちょっと増税とかそういう関係も関わりがありそうな感じしますよ。しかもナイトが出てるからね、もう力越しでなんか行動される、行動してしまうっていうのが出てるし、うん、でも財務省のにとってはなんかやっぱり国民に還元したい気持ちはなんか最近出始めてる感じはするかな。それはなんか変化があったみたい、いろいろと、うん、変化はあったみたいな感じがするかな。でもやっぱり自分のなんか自分の地位を守りたいっていう気持ちがやっぱり強いみたいな感じで思われてる。うん。思われてるし、でも結果としてはだから、あの、コイン、あ、カップのエースの逆位置が出てるのと、塔が出てるんだよね。まあ逆位置なんだけどね。だから、まあ、ちょっと感情にまた流されてしまうんじゃないのかっていうのは出てるよね。なんか日本を良くするっていうよりもなんか自分の地位のことで精一杯だっていうのが出てるから、築き上げてきたものがやっぱりね破壊してしまうっていうのが出てる。まあだってソードの点が出てるからね、な、何を変えていけばいいのかわからないっていうのがなんかね、もうなんか今までやってきたツケがなんか来てしまって、何を改善すればいいのかわからないみたいな感じになってるかしかもエンペラが出てるからね、もうそのなんかちょっとクリーンにしていかなきゃいけないかなっていうのが財務省の課題かなっていうのは出てる。うん、裏切りっていう意味でもあるからねこれ。だから一瞬にして裏切りによって一瞬に崩壊されてしまうっていう運命になってしまうかもしれないかな。なんか財務省を占うとやっぱりね悪魔とね塔が絶対出るんだよね、不思議なことに。なんか不思議。でもなんかね変えていこうという、財務省をクリーンにしていこうというなんか気持ちはなんか出てるみたいですよ。うん。だから今回だからまあある意味財務省にとっては山場かなっていうのは出てる。まあちょっと自民党がね総裁選が、うん、気になる。でもなんかそのカップの世を見ると、え、意外な人がって感じになるんかな。うん、意外な人がなっちゃったみたいな感じなんかな。でもスキャンダル、でも身を引く。まああれ作戦タイムでもあるからね、あのカード。だからちょっとまあまだちょっと時間、日にちはあるんですけど、ちょっとね北村も最近バタバタしてるんでね、まあちょっと時間があったらね、まあね5枚引きとかでコンディション見れたらいいかなとも思っています。まああくまでご参考までにお願いいたします。いつも動画ご覧いただきましてありがとうございます。北村でした。